今回は海の巨大生物について解説していきたいと思います。地球の表面の約 71% を占める海洋だが、ほんのわずかしか解明されていない。天候や地球温度だけでなく、最終的には全生命体を支える条件をも左右する海洋だが、調査類は正確な地図が作られているのはその 10% に過ぎないのだ。そんな海に潜んでいる巨大生物について解説してきます。1. アノマロカリス。アノマロカリスは、約5億年前の古生代カンブリア紀の海に生息したラディオドンタ類の節足動物の一族。ラディオドンタ類の中で最も有名な族であり、長い前部付属足と扇形のビブを持つ、遊泳性の捕食者であったと考えられる。カンブリア紀の代表的動物としてカナダのバージェス血岩から発見された模式種タイプ種であるアノマロカリスカナデンシスが有名であるが、アメリカ、中国、オーストラリアなど、カンブリア紀の異なる時代と地域に生息した未命名の種類もいくつか発見されている。特異な形態によって、かつては現存する動物の分類群に収まらないプロブレマティカの代表例として語られてきた古生物である。後に研究が進み、他のラディオドンタ類と共に基盤的な節足動物として広く認められるようになった。形態はくびれた流線形の体、長い触手様の前部付属足とセンスのように広げたビブが特徴的なラディオドンタ類である。2022年現在、本属に含め、全身が知られる種は模式種であるアノマロカリスカナデンシスのみであり、他の種はほぼ前部付属足のみによって知られている。大きさは他の多くのラディオドンタ類と同様、アノマロカリスもカンブリア紀の動物として飛び抜けて大型の種を含むが、知られる全身化石標本はいずれもやや小型の個体 17.4 で、大型個体は前部付属足など単離した高組織のみから知られ、その数値で全身化石の比率に合わせて最大体長が推算される。唯一の全身が知られる種である A。カナデンシスの体長はエブを除いた前部付属足長の2倍前後で、最大の前部付属足から換算すると、体長は最大38クム前後に及ぶとされる。これはアンプレクトベルア、ラミナカリスやキタノコリスの次にカンブリア紀最大級のラディオドンタ類の一つとなる。捕食方法は捕食対象についてはかつて議論があったが、アノマロカリスは昔今を通じて捕食者として広く認められる。これは獲物をつかめるような形をした、頑丈な棘を持つ能動的な前部付属足だけでなく、前方にある発達した複眼や特化した消化腺などという、複数の捕食者的な特徴で明瞭に示される。捕食の際は、先頭の前部付属足で獲物を巻きつけるように捕獲し、それを直後にある放射状の歯に運んで飲み込んでいたと考えられる。中でもバージェス血岩の A。カナデンシス派、同じ生息地の中で知られる最大の肉食動物であることに加えて、その生息地の頂点捕食者であったと考えられる。2. リードシクテス。リードシクテスは、中生代の後期ジュラ紀約1億6500万1億5200万年前に存在した魚の一種で、確認された中では史上最大の魚類である。ラテン語でリーズの魚を意味し、第一発見者の化石収集家アルフレッド・リーズに、視床名プロブレマティカスはラテン語で問題のあるものの意味で、あまりに大きい化石でどのような生物であったのか想像しがたい、と形容されたことに由来する。発見年数1889年にイギリスのピーターバラで初めて発見された。見つかった箇所は尾びれ、エラ串、頭蓋の一部、若干の肋骨など断片的なもので、正確な全長はわからない。後の1984年、同書で同じパティコルムスカに属す甲骨魚アステノコルムスが、また翌1985年には3メートルに及ぶ尾びれの部分が発見された。フィルターの働きをする4万本以上の細かい歯を持ち、原生のジンベイザメやウバザメやヒゲクジラ等と同様、プランクトンをろ過接触する温和な性質の魚だったと言われているんです。さらに大型の捕食者にも襲われた可能性もあり、巨体ではあったが捕食者への対抗手段を持たなかったと言われているのです。3. メガロドン。メガロドンは、約2300万年前から360万年前の前期中新世から先新世にかけて生息していた絶滅種のサメである。
白亜紀初期にホホジロザメから分岐して絶滅したネズミザメ科に分類されている。属名についてはまだ議論があり、カーチャロクルズ、メガセラチャス、オトブス、プロカーチャロドーンのいずれかに分類されている。これは、メガロドンが、強振性に進化したオトブス属の巨大ザメの系統の最終種であることを示す遺構化石が発見されたためである。特徴として、メガロドンは、史上最大級の捕食者魚類とされているが、メガロドンの大きさのほとんどは歯から推定されているなど断片的な意外からしか知られておらず、その姿や最大のサイズは不明である。ホホジロザメ、ジンベイザメ、ウバザメ、シロワニのどれに似ているのか、科学者によって意見が分かれている。全長は最大個体の推定値で最大約15メートル、またはそれ以上など変動している。さらに巨大な20メートル説や40メートル説は全ての歯が最大化石で構成されているとして復元したもので、現在では否定されている。サメは軟骨魚類であり、化石には通常は歯しか残らない。そのため、化石のみで正確な生前の姿を復元することは困難であり、現行の生態復元図は全て想像によるものであり、各学者や使用された算出方法によって意見が分かれている。生息年代は新生代第三期始新生約5500万約3800万年前に登場したクジラの仲間は、中新生約2300万約500万年前には様々な種類に進化し、生息数も増加した。現在のハクジラやヒゲクジラの仲間のほとんどは中新生末期に登場している。こうした中新生から先進生にかけての脊椎動物が豊富にいたと思われる温暖な海域があった地域の地層から、クジラと共にメガロドンの化石が大量に見つかっており、大型のクジラの背骨やヒレの骨格の化石には、ノコギリ状の円が特徴的なメガロドンの歯による噛み痕が見られることから、メガロドンはクジラ類などを捕食していたことがわかる。従来の説ではメガロドンは先進性約600万約200万年前中期に絶滅したと考えられている。これは、大陸棚の海水温低下と、クジラが寒冷な海域に逃げ込んだことによって、その生態的地位が存在し得なくなったためとされる。変温動物であるサメは高温動物であるクジラのようには低温の環境に適応できない。4. ケトテリウム。メガロドンに捕食されていたと言われるケトテリウムは新生代中新生前期先進生後期にかけて生息したヒゲクジラの絶滅した属。クジラグーテイ目ヒゲクジラー目ケトテリウム科に属する。このケトテリウム科は流すクジラ科の祖先を含むとされる。北アメリカ、ヨーロッパ、アジアの海に生息した。体長約4ムと小型のクジラである。現世のコククジラあるいは流すクジラの小型版といった姿であったと推定される。腹部の骨は平坦であり、下面にクジラヒゲに養分を運ぶ血管の穴が並ぶ。このヒゲはかなり短く荒かったとされ、おそらくはオキアミやプランクトンあるいは小型の魚などをこし取り、食用としていたと推定されている。頭骨は対称形で噴気孔は2つであったとされる。また、上顎を形成する骨が後方へくさび状に伸長するのが独特な形態である。このクジラの属するケトテリウム科は雑多な系統の寄せ集めであったが、この特徴を共有するクジラのみをケトテリウム科とし、単系統の分類群となるよう再構成が行われつつある。ケトテリウム科は今から約258万年前に絶滅したとされていたが、最近の研究でコセミクジラがケトテリウム科の唯一の現存種であることが判明した。同時にコセミクジラはケトテリウム科コセミクジラ属に編入され、コセミクジラ科が消失した。2017年、南半球に生息するコセミクジラの化石が沖縄と南イタリアで発見され、さらに衝撃的な発見となった。いかがだったでしょう。過去にはこんな生物がいたなんて、考えられないですね。今いたら、絶滅していますよね。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、コメントをしていただければ、嬉しいです。まとめてほしい内容や見てみたいランキングなどコメントしていただければ、作っていきたいと思っています。ぜひぜひ、コメントを。それでは、
また他の動画でお会いしましょう。